さあやっていきましょう。解禁されたロイを早速使ってねやっていきたいと思います。深夜今1時なので、まあ日本人と の、 あのマッチングを意識してやっていきたいと思います。よろしくお願いします。頑張っていくよ。怖い。うわー、フェイント。おいや、ふっ、怖い。よいしょ、ツンツン、カウンター置いておきます。イエー。デラックスの時と基本的にはあんまり変わらない感じですね。いいですね、いいですね。さあ突っ込んできそう。オッケー。根元のスマッシュが強いですよ。よいしょ、これ避けてブレイザー吹っ飛ばして、さあどうしよう。ホーリー、痛え、当たっちゃった。これカウンターいけるっそう。あ、遠すぎた。よいしょ、上スマッシュ飛ぶ。オッケー。ミュウツーの感じで使えますね。さあこれしっかりガードして投げる。上スマッシュ置いておきますね。いいよ、乗ってるよ。久しぶりですけど、本格的にやるのはほぼ1ヶ月ぶりですが、何の問題もありませんね。いきます、いきます。しっかりガード。おっとっとっと。さあロイの復帰技はシフトするんで、結構ね自由のある復帰ができます。下す、まあ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 、いくぜ。うわ、これはまずい。あー死んだね。下すも早い。しかし、しかしこっち、あーっと過ぎた。ツン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 、痛いです。剣技だったら死ぬんじゃないこれ。まずいよ。よいしょ、奇襲。オッケー。ダッシュ攻撃がそのマルスとかに比べるとかなり殺意があるんで、あのリンクのあれのちょっと早い感じで使っていきますね。キリッ。いやにしてもロイ君出れたね出れないと思ってましたよ。封印の剣をプレイしてるんですけど、まあ、なおのことね、まだあのアシストフィギュアのリンの方が参戦する可能性としては高いんじゃないかなって思ってました。で、そうですね、マルスとの違いはデラックスの時と同じで根元の方が強いっていう感じでして、なんで剣の位置的にはもう接近戦を仕掛けてって、まあ先端当たればラッキーぐらいの感じで、要するにですね、先端意識マルス、どこでも OK ルキナ、根っこでドッカーンがロイですね。さあ、ちょっと待ってくださいね。キャプチャーの方の音も入っちゃってるから、ちょっと音が二重に聞こえてたかもしれません。ご了承ください。ごめんなさい。さあ、どちらの炎の方が熱いでしょう。ちなみに原作のロイは、いやとか言いませんので、普通のね、高青年なんで、痛いです。おっと、まずいです。さあ、おっと、まずい、危ない危ない。痛い、押されていますよ。さあ、どうしようかな、これ。ツン、おりゃ。掴まれて、投げられて、炎吐かれる。戻れないちょっと今は下に行き過ぎましたね。こんな感じで、復帰力はあんまり過信できない感じです。スタ、うわー、弱い。先端弱いですね。マルスの根っこより弱いんじゃないでしょうか、これもしかして。ちょっとまずいですね、負けてしまうかもしれない。おし、オルヤメテオできますよ。危なかった、今復帰できないかと思った。やばい、クソ、リーチが長いな向こうの。よし、見て、いていて、負けてしまう、負けてしまう、やだやだやだ。新キャラといえど敗北は嫌だ。あ反転失敗してこれが諦めない心ですよ皆さん。今のは絶対負けると思ったけど、そう、相手が反転失敗して今みたいに落ちるかもしれない、かもしれないを意識することによって勝利をつかむわけです。いやー、 OK です。勝ちは勝ちです情けなくても勝ちは勝ちです。そう、相手に、そう、これは多分だけどプレスでいけると思わせておいて、その結果の自滅なわけですから。ロイ君のこの火力がもたらしたあれですね、勝利というポジティブな解釈をしていきましょう。でこんな感じで、なんかところどころに炎のエフェクトが入りますね。でこんな感じですっげえ飛ぶね、本当に。今までマルスとかにあの火力がちょっとみたいな、先端当てるの厳しいなみたいな、うわー合わせてきた。これ露骨でしょ。ミラーマッチ来たよ、ありがとうございます。動画的にもこれは助かりますね。さあミラーマッチ、どっちが強いか、どっちが真のロイか。新人がデラックスからの子さんに勝てると思わないことだね。
さて、掴まれて。ほれ。ウルスマッシュ。ほれ。あいえ。ほれ。あいえ。しゃ。いくよー。ザーン。ザーン。死んだんじゃない？この勝負負けれませんからね。かなり負けれませんから。もっと危ない。ツンツン。いていて。これどれで浮かったら死にそうだな。ツン。痛いけど、まあ、他の攻撃当たるよりは良くなるし。おい、おい。何で決まるっけ？ハンマーとかだよね。クッパジュニアの決め技って。であれば、現時点ではあんまり当たる気配なさそうですね。あと上スマッシュとか。いてぇ。おい、前投げ。これしっかりガード。先端の当たりがマルスの根っこよりなんか使ってる感じしますね。いてててててて。戻れる戻れる戻る戻る。ハンマー警戒。よいしょ。おれ。こっち。ツン。ダッシュ攻撃。ダッシュ攻撃。ああ、いや。カウントゥー。いてー。爆風に当たるんだね。しっかりジャス出して。おい、追撃。プレゼントからの。追撃。失敗、戻れ。よし、戻った。よし。もう一試合できそうですね。頑張っていきましょう。なんやかんやニスト残せるぞ。あ、男前だな、これ。サムネにしよう。これ男前ですね。今のは男前です。さーて、じゃあどれにしようかな。次、色はこれでいこう。いや、でもロイ結構ね、あ、腕無敵なんですね、今の説明だったり。腕無敵なんだ、これ。へぇー。よいしょっと。威力20もあるんだね、これ。強いな。さあ、ステージが F になってます。これがおそらく今回の動画の最終戦になりますね。おっと、水対炎。さあ、蒸発。燃やし尽くしてます。燃え尽きを変える。あいえ。あー、痛い。やめて。やめて。水はやめて。水はやめて。相性は悪いぞ。効果は今一つなんだぞ。ズドーン。14。フルチャージじゃないと威力あんまりないようですね。ズドン。おし。捕まえて、膝、膝、膝。やめて、やめて、やめて。スリケン、スリケン。ゴールで投げられて、追撃。で、上スマッシュ、これ多分用意される。置いとく。追撃。気をつけて、気をつけて、気をつけて。やん、やん、やん、膝蹴り。よいしょ、そん。マーベラスコンビネーション。そして、この究極の一撃。封印の剣。うん、どれ。ああ、遅かった。さあ、これはどうくる。ジャンプしてくれ。スマッシュができます。そん。上スマッシュ。さすがにまだちょっとパーセントが足りません。スマッシュ。おいえ。結構飛びますね。イエーイ。おし。すごいね。94% で倒せるんですか。そんなに月光がって軽くなかったですよね。置いときます。はい。おい、おお、おお。引いて、ズドン。さあ、こっからパーセント貯めていきたいですね。さあ、焦る必要ない。これ戻れ、もう、ああ、空中でもう1回分さえも余分な動作できませんね。マルス以上の空中軌道はないのかもしれません。まあ、体感ですけど、実は変わってないとかありそうですけどね。アップデート後ってなんか、あの技の判定長くなったんじゃね現象って発生しますよね。でも実際はそんなことなかったりすることが多いんですね。おりゃ、おりゃ、おれ、イエーイ。さあ、あと一発当てればいいんじゃないの。イエーイ。これ無敵ですね、多分対空。アーマーついてるのかな。イエーイ。やりたいだけだろ、僕。イエーイ。しかし、しかし、これもう一発当てれば勝ちですかね。ふん、ふん、よし。こっち、イエーイ。ああ、読み外した。この人は意外と回り込みをしない人ですね。と思ってました。ああ、逆立ちだね。これ判定してちゃんと出せるようにならないと。出せたら強いですよ、これ多分。そん。よし、オッケー。いやー！
ッケー、ロイらしい戦い方でした。なんかこの君かっこいいですよね。イエーっていう、これ練習していきたいですね。個性にしていきたい。いや男前だな。本編でもこれぐらい強くてかっこよかったらな。あの剣が本体なんですよ封印の剣が本体とよく言われています。悲しいけどね。まあそんなわけで今回終わりました。ありがとうございました。まあ初キャラということでね、まあこれからまたスマブラは毎日投稿しばらくして頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。というわけで最初はロイでした。ありがとうございました。